特別天然記念物、タイの裏体生息地、海面に浮上したマダイの群れ、小港漁港傍聴艇から妙の裏方面を望む。タイの裏は、千葉県鴨川市の内浦湾から入道が先にかけての、沿岸部の一部海域、タイの群生地として知られる。地名は妙の裏タイの裏は、マダイが群泳することで知られ、タイの裏体生息地の名称で、 国の特別天然記念物に指定されている。天然記念物指定地域は200ヘクタールの海域と陸地で、海域内では釣り等の遊魚が禁止されている。本来、マダイは比較的深い層を回遊する魚であり、タイの裏のような水深の浅い海域に熱付きになることはない。古来より名物とされ、手こぎの和泉で体験物をさせていた。 この現象は昭和に入ってから広く知られるようになり、タイの群れる様子を見せる、動力式の観光遊覧船の運航が1952年より行われる。船べりを叩く音に反応して、タイの群れが海面に来て与えられた餌を捉える様子が21世紀の現代でも見られる。群れの大部分がマダイで、他に黒鯛、イスズミ、メジナなどが混ざる。タイの裏で、 マダイが群れる原因は2012年現在、科学的に完全には解明されていない。日蓮州による歴史年表も存在する。小港は日蓮州の海藻日蓮の生誕地であり、日蓮が誕生した際、この場所にはタイが飛び跳ね、ハスの花が咲き乱れた言い伝えから、地元民はこの海域を鯛の裏と名付けて、漁を禁じたことに由来するとされる。また、日蓮が、 両親の供養に小舟で訪れた際、海に大木を唱えると、海面に大木の文字が現れ、ついで現れたタイの群れが大木を食べ尽くしたと伝承される。原毒地震の際に小港海岸は陥没して、当時の誕生時前提は海中に入り、現在のタイの裏が現出したとある。この地は、明王地震や玄毒地震の地震と津波によって、激しく変化を遂げたため、 日蓮宗門の僧が、妙法蓮華経の語字を使い、妙の裏、法が大、蓮華が、淵、教官堀と名付けたと伝わる。地元では、毎年1月に、体育用が行われる。体育用とは網にかかった太育供をするもの。両親格妙蓮寺の、小港体の裏弁天祭とも言われるもので、タイの入養場に船で出て、ナム妙法蓮華経の題目を捧げるというもの。また、 ここのタイは日蓮の化身とされ、地元では同海域のタイを食せず、タイがエビ毛などの網にかかっても生きていれば放流し、死んだ場合は漁協の冷凍庫で保存し、一定数になると誕生時境内のタイ塚に埋葬する。昭和時代にはタイのお葬式も行われた。タイの裏大生息地に関するカテゴリー、ありがとうございます。